こんにちは、おばあにです。今日も面白雑学をご紹介します。早速ですが、オーケストラのバイオリンとシンバルは同じギャラって知ってますか？バイオリン奏者の方が高くないんだ。そうなの、ギャラは拘束時間で決まるそうだからみんな同じなんです。そうなんだ。でもシンバルって数回くらいしか叩かないよね。そうそう、だから演奏時間は圧倒的にバイオリンの方が負担はでかいですよね。でもそのわけ、目立ったり有名になろうとするならバイオリンの方が良い気がします。確かにギャラだけで判断するのは良くないわね。ところでシンバルってどうやって練習するのかしら。音が大きいからシンバルを使って練習する機会ってかなり限られそうですよね。それに本番の緊張エピソードだ。それでは次回も面白雑学でお会いしましょう。楽しんでいただけましたらチャンネル登録お願いします。